朝鮮労働党委員長で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮人民軍最高司令官の我が党と国家軍隊の最高指導者金正恩元帥が、朝鮮人民軍大連合部隊別ロケット砲兵中隊の射撃競技を指導しました。敬愛する金正恩最高司令官を現地で朝鮮人民軍総政治局長のファン・ジョンソ朝鮮人民軍自炊をはじめ朝鮮人民軍指揮メンバーが迎えました。競技に朝鮮人民軍各大連合部隊から選ばれたロケット砲兵中隊が参加しました。金正恩最高司令官は監視所で射撃競技の形式と方法について聞き、競技開始を指示しました。最高司令官は砲兵たちのテキパキとした動作を眺めて、一番極悪な条件で強度の訓練を繰り返したことがわかる。砲兵は実戦さながらの状況下で訓練して、常に砲弾を命中させるために準備しなければならないと述べました。射撃の号令がかけられると、敵陣を一撃のもとに焦土化する敵撃滅の意志を込めて砲弾が次々と発射され、的に命中しました。最高司令官は、大連合部隊別ロケット砲兵中隊の射撃競技が成功裏に行われたことを高く評価しました。そして、今日の射撃競技は、砲兵が何よりも砲射撃の命中率を高めるのにポイントを置いて、任された戦闘任務と変わる状況に即して緊急展開し、正確な射撃初限準備の判定と命中射撃をできるように訓練を実践さながらの雰囲気の中、日常的に繰り広げるなら、任意の時に命令が下されても命中の砲声だけを鳴らせることを改めて実証したと述べました。また訓練に対する立場と観点、すなわち国の統一の大戦に対する立場と観点であることを肝に銘じて、党が示した訓練第一主義のスローガンを高く掲げていくこと、訓練での党政策化、実践化、現代化、科学化、多角化の実現を訓練革命のキーポイントにすること、砲兵を一階級以上の職務をこなせるように準備させて、いかなる状況下でも敵軍に命中の砲弾を浴びせる百発百中の砲射撃の名人、一等百の砲兵の隊列を増やすことなど、砲兵武力強化の教えを与えました。さらに今年は一等百の砲兵が鳴らす砲声で新年のスタートを切り、また年末を飾っている。指揮官と砲兵は砲兵の戦闘準備の完成に大きな力を入れている党の意図をよく知り、暮れる日、昇る月を訓練場で迎え送って、一等百の砲兵の命中の砲弾で南に突き進んで戦勝祝いの砲声を高らかに鳴らそうと述べました。朝鮮人民軍大連合部隊別ロケット砲兵中隊の射撃競技で、朝鮮人民軍第8軍団管下ロケット砲兵中隊が1位、第3軍団管下ロケット砲兵中隊が2位、第7軍団管下ロケット砲兵中隊が3位になりました。射撃競技で好成績を受けた朝鮮人民軍第8軍団、第3軍団、第7軍団、第10軍団、第9軍団管下のロケット砲兵中隊に砲射撃名人の賞状とメダル、バッジが授けられました。朝鮮労働党委員長で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮人民軍最高司令官である我が党と国家軍隊の最高指導者金正恩元帥が、キュル四条英雄攻撃機連隊のパイロットたちの夜間襲撃戦闘飛行訓練を指導しました。金正恩最高司令官は、夜間の冬の出動による攻撃機の地上目標襲撃訓練を通じて、航空軍の各部隊が実戦に接近した実用的な訓練を行うようにして、パイロット皆を敵軍のいかなる目標も情け容赦なく消滅するよう準備させるために、キル四条英雄攻撃機連隊に不意の命令を下し、現地で戦闘能力を直接判定し検閲しました。朝鮮人民軍総政治局長のファン・ジョンソ朝鮮人民軍自炊など、党と軍隊の幹部たちが同行しました。
最高司令官は停留場に出て、攻撃機の出撃準備の状況を見ました。そしてパイロットたちを頼もしそうに眺め、12月の空に響く爆音を思うと、晩年にもパイロットたちのために心を使い、温情こもる教えを残した偉大な金正日総書記の優しい姿が思い起こされる。パイロットたちの航路は、総書記の身近に行く道、総書記と結んだ情を血のつながりとして大事にする道だと熱く述べました。最高司令官は監視所で、夜間襲撃戦闘飛行訓練の略図を見て、朝鮮人民軍航空及び対空軍司令官の決心を聞き、訓練開始を指示しました。最高司令官が定めた航路に沿って、敵撃滅の飛行機群を刻みながら、正確に離陸する攻撃機の飛行航路がモニターに現れました。最高司令官は、暗闇の中でも攻撃機が正確に飛んでいるか手に取るようにわかる。パイロットたちの飛行維持が巧みだ。飛行式の科学化現代化を高い水準で実現したと言って大いに喜びました。やがて攻撃機が順次目標の上空に着きました。最高司令官は定まった目標を打撃する爽快な光景が現れるモニターに目をやり、命中だ。夜間でなく中間に行われる訓練を見るようだ。本当に素晴らしいと言って豪快に笑い大きく拍手しました。そしてパイロットの訓練を見るたびにいつも強調することだが、国の領空防衛は天気と時間を見て行うのでなく、現代戦は最も極悪な状況下で行われるだけに、今日のような訓練を引き続き行って、パイロットたちをいかなる不利な状況下でも空中戦闘任務を見事に遂行する有能なパイロット、万能パイロットにしっかり準備させなければならない。難しい夜間襲撃戦闘飛行訓練を不意に組織したが、空を守る頼もしい労働党のパイロットたちは、いつでも命令が下されれば出撃できるよう準備できていることを誇り示した。不屈の祖国防衛精神、肉弾自爆精神を持つ空の決死隊がいるので、国の空はいつも澄み切って青いものだと語調を強めて述べました。最高司令官は、訓練を成功裏に終えたパイロットたちに会い、共に記念写真を撮りました。感激で目を潤ませているパイロットたちの手を一人一人取って、最高司令官は、肝っ玉が太くなければ到底遂行できない夜間襲撃戦闘飛行訓練で発揮したパイロットたちの不屈の精神は、大金を持っても買えない尊い精神の富だ。こうした立派なパイロットを持っているのは、労働党と祖国人民の大きな誇りだ。部隊のパイロット港、軍人、その家族に私の挨拶を伝えてほしいと述べました。金正恩最高司令官は、パイロットたちが党の出撃命令だけを待って、昼も夜も祖国防衛の航路を飛んでいるので、今日のような不利な状況下でも飛行任務を見事に遂行したとし、チル四女英雄攻撃機連隊に、朝鮮人民軍最高司令官の名で感謝し、代を継いで伝えるべき熱い恩情を施しました。19日、敬愛する金正恩元帥に、偉大な金正日総書記の逝去5周年追悼行事に参加した在中国朝鮮人総連合会代表団から手紙が送られました。手紙は金正恩元帥の臨席のもと、クムスサン太陽宮殿で行われた中央追悼大会に参加して、壇上に掲げられた太陽のように明るく微笑む総書記の写真を仰ぐと、総書記が生涯歩み続けた厳しい戦軍の道と生涯を閉じるまで脱げなかった質素な一丁羅の綿入れが目に浮かび、自分の全てを尽くしたの献身の労苦の中で世界的な強国に浮上した祖国の立派な姿が伝わってきて感動を禁じえなかった。追悼行事の間、元帥の卓越した指導のもと、わずか5年の間に想像を絶するほどすっかり変貌した祖国の現実を見て驚いた。8000万朝鮮民族の運命であり、金日成民族、金正日朝鮮の明るい太陽、海外朝鮮人の優しい父である金正恩元帥の健康を心から祈ると述べています。
7日から13日までの間に各国のマスコミが敬愛する金正恩元帥の革命活動を報じました。ロシアのタス通信とデウェイロス通信、中国のオンラインニュースの環球網と環球時報、香港の大広報とサウスチャイナモーニングポスト、フェニックステレビ、オンラインニュースの中国報道網、国際放送網、青年網、光明網、日本の共同通信と時事通信 NHK テレビ、ベトナムの新聞であるハノイモイ、タイニエン、インターネットメディアのティンモイ、バオモイ、タイの新聞バンコクポスト、ミャンマーの新聞であるザ・グローバル・ミャンマーの新しい灯火、ザ・ミラ・デイリーテレビ放送、パキスタンの新聞であるドーン・ネーション・パキスタン・オブザーバー・エクスプレス・トリビューンテレビ放送、インドの新聞アシアン・エイジ、イギリスのロイター、フランスのインターネットメディアデン・ミニュート、アメリカの CNN は、朝鮮人民軍第525軍部隊直属特殊作戦大隊の戦闘員の訓練を指導したことを伝えました。同じ内容がナイジェリア・キムルソン・金正恩主義研究全国委員会、コンゴ民主共和国チュチェ思想研究全国委員会のホームページにも載りました。ロシアのインターネットメディアブレメアペレミョンには、朝鮮人民軍第1045軍部隊管下山地歩兵大隊のスキー訓練を指導したことが、ロシアのインターネットメディアデータとホームページイルクーツクブログスポットトーツカルには、朝鮮人民軍航空及び対空軍の非公式メンバーの戦闘飛行術競技大会2016を指導したことが載りました。マスコミ各社は元帥の写真を共に載せました。偉大な金正日総書記の逝去5周年に際して、8日から12日までの間に、ミャンマー、インド、マレーシアで座談会が行われました。各界名士のほか、市民多数が参加した座談会で発言した人たちは、金正日総書記によって、朝鮮は一心団結を盤石のように固めた政治思想の強国に、外部勢力の侵略策動をその都度粉砕する軍事強国に、人民のための政治を行う真の人民の国になったとし、時代と世界人民に尽くして成した総書記の不滅の業績を称えました。各国の新聞とホームページが偉大な金正日総書記の逝去5周年を大きく取り上げました。ネパールの新聞アルパンと、チュチェ思想及び先軍政治研究ネパール記者協会、ネパール朝鮮友好協会の各ホームページ、インドネシアのインターネットメディアルモールに、偉大なキム・イルソン主席が創始したチュチェ思想、先軍思想を豊かに発展させた、朝鮮人民が自主、先軍、社会主義の道一筋をまっしぐらに進むようにしたキム・ジョンイル総書記の業績を称える記事と文が載りました。ネパールの新聞に、太陽のように明るく微笑む総書記の写真が、インドネシアのインターネットメディアに総書記の写真が載りました。バングラデシュの新聞デイリーフォーク、インドの新聞オーウェイキング、ニューデリータイムズに、総書記の不滅の業績を称える記事と、朝鮮人民の百戦百勝の霊剣である自強力について紹介する記事が載りました。共和国各地に、ペクトーさんの不正室の偉人たちの現地指導標識碑と革命事跡標識碑が建てられ、その竣工式が行われました。偉大なキム・イルソン主席と偉大なキム・ジョンイル総書記、抗日の女性英雄、キム・ジョンスク女子の現地指導標識碑が、平壌ゴム工場に、キム・イルソン主席の現地指導標識碑が、ハムギョン南道のフンナム電極工場に、金正日総書記の革命事跡標識碑が、ファンヘ北道のサリウォン基礎食品工場に建てられました。人民大衆中心の朝鮮式社会主義制度の恩恵のもと、長寿者が増える中、ハムギョン北道ミョンチョン郡のコチャムリ第一居住人民班に住むライ・ヨンヘさんが、100歳の誕生日を迎えました。敬愛する金正恩元帥は、誕生日を迎えるラーさんに贈り物を贈りました。朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議常任委員会キム・ヨンナム委員長が20日、平壌のマンスレ議事堂で
在日朝鮮人歴史研究所のオーヒョンジン常任顧問率いる在日本朝鮮人追悼代表団に会い懇談しました。朝鮮中央通信社が20日、ファンヘ南道農業用水路の第一段階建設についての商法を発表しました。指導者の意向を実行し、党の政策を守る上でのまた一つの誇らしい成果と題したもので、商法は偉大な金正日総書記の意訓と朝鮮労働党の社会主義農村建設の大構想にのっとり、大規模な自然に流れる方式の水路の建設に立ち上がった建設チームとファンヘ南道の人々が自力自強の力を残らず発揮して、ファンヘ南道農業用水路の第一段階工事を終えることにより、代々豊作をもたらすためのしっかりした土台が築かれた。ファンヘ南道農業用水路の第一段階工事が完工して、朝鮮人民は金正日総書記の生前の意思をまた一つ見事に実行し、総書記の意訓と党の構想に決死貫徹の意思で忠実に従う総進軍の行く手には、勝利と栄光だけがあるという哲理を改めて世界に誇り示した。朝鮮人民は金正日総書記の意訓を生命線として、朝鮮労働党第7回大会が示した雄大な綱領の実現目指して、マンディマを狩る勢いで奮闘して、社会主義経済強国の目標を必ず達成するだろうと述べています。朝鮮の軍隊と人民が、偉大な朝鮮労働党が示した輝かしい進路に沿って、マンディマの神話を想像しながら疾風のごとく進んできた結果、中世の200日間戦闘が世界をあっと言わせる大勝利で締めくくられました。主権の朝鮮の強い国力を轟かしながら多段式に収められた主体的核武力の強化の目覚ましい成果が、人民挙げての一心団結の大進軍を力強く促した結果、工業部門だけでも数千の工場企業が年間の人民経済計画と200日間戦闘の高い目標を期限前に達成し、多くの工場企業が模範工場企業、マンディマ先駆者の工場と企業になりました。歴史に例のない洪水に見舞われたハムギョン北道北部地域の住民のため、国の人的、物質的、技術的潜在力を総動員する前代未聞の復旧作業をしながら、全国的に戦闘機関の工業生産総額の計画が19ポイント上回って達成され、昨年同期に比べ工業生産が3割増えました。ナイジェリア・キムルソン・金正日主義研究全国委員会がホームページにアメリカの対朝鮮戦略を非難する文を載せました。文は、アメリカが核の脅威と恐喝、人権のことでの暴虐に制裁まで加えれば朝鮮は崩壊すると言ったが、2016年1月、朝鮮は初の水素爆弾の実験成功で強い力を示した。結局、アメリカの対朝鮮戦略は完全に失敗したと述べました。以上で、この時間のニュースを終わります。担当はチェ・ジョンイル・オウンスクでした。こちらは朝鮮の声放送です。新しいタイプの数値制御装置の導入。最近、国家科学院制御機械研究所の科学者が新しいタイプの数値制御装置の開発で成果を収めています。国家科学院制御機械研究所の研究室主任リー・ジョンムさんの話です。이번에우리는일반공작기기들에도입할수있는この度私たちは一般の工作機械に導入できる新しいタイプの数値制御装置を開発しました。この装置は今工作機械工業で大部分を占めている旋盤、スライス盤、グラインダーをはじめ三軸以下の制御軸数を持つ工作機械用の数値制御装置です。新しいタイプの数値制御装置の開発で研究所の科学者が主眼を置いたのは、世界のトレンドと国内の具体的な実情に合う数値制御装置の開発を進めることでした。
そのために工作機械の便利な操作環境、高性能、低コストの側面での制御装置回路の設計や制御プログラムの開発における全ての科学技術の問題を自力で解決しました。研究所の科学者皆が知恵と情熱の限りを尽くして1ヶ月予定の新しいタイプの数値制御装置の設計を十数日間で完成し、7件のハイレベルの数値制御機能のプログラムを40数日間で開発する成果を収めました。ついで科学者たちは提案重機連合企業所の労働者との緊密な協力のもと、大型工作機械のターニングミルとフライス盤に対する新しいタイプの数値制御装置の導入にも成功しました。その結果、発電設備加工の生産性が従来よりずっと上がり、工作機械の CNC 化の実現が科学技術的に裏打ちされました。앞으로우리는인민경제의현대화정보화これから私たちは人民経済の現代化、IT 化、科学化の実現により積極的に寄与する数値制御装置をより多く開発するつもりです。こうしてより大きな科学研究の成果で国の繁栄に大いに貢献したいと思います。新しいタイプの数値制御装置の導入、高大氏とお話ししました。朝鮮労働党の祖国統一三大憲章、二分された国を統一するのは朝鮮労働党の揺るぎない意志です。朝鮮労働党は外部勢力によって国が分断された当初から国を統一するため粘り強く戦ってきました。その戦いの指針がまさに祖国統一三大憲章です。祖国統一三大憲章は祖国統一三大原則と全民族大団結十大綱領、これを民主連邦共和国創立案からなっています。この憲章は偉大なキム・イルソン主席が示したものです。キム・イルソン主席は国の分断で朝鮮民族がなめる不幸と苦痛に誰よりも胸を痛め、次の世代に統一なった国を譲り渡すため生涯を閉じるまで労苦の限りを尽くしました。主席が示した自主平和民族大団結の三大原則は、国の統一問題を民族の意思と利益に即して民族自らの力で解決できる根本的な立場と法とを示すもので、朝鮮統一の礎だと言えます。祖国統一三大原則は朝鮮の北と南が7月4日共同声明を通して確認し、内外に厳かに宣言した民族共同の統一の大綱領です。祖国統一のための全民族大団結重大綱領は、全民族の団結を実現して国の統一の主体的な勢力を強めるための政治綱領です。この綱領には民族大団結の目標と理念的基礎、団結の原則と法とが全面的に示されています。これを民主連邦共和国創立案は、統一国家の全貌とその実現の法とを示す設計図です。これを民主連邦共和国創立案は、国の統一を北と南の思想と体制を容認する基礎の上で、最も公正で順調に実現できる基本的法とを示しています。祖国統一三大憲章は、民族の自主権と尊厳を明脈とする民族自主精神で貫かれ、北と南の和解と全民族の大団結を実現して国を平和的に統一する崇高な祖国愛、民族愛を具現しています。また北と南に相異なる思想と体制が長い間存続した朝鮮の現状と民族皆の統一の願いに合わせて、一日も早く国を統一する最も公明正大で合理的な法とを示しています。キム・イルソン主席が祖国統一三大憲章を示したので、朝鮮民族は明白な目標と方向、自信と勇気を持って国の統一目指す戦いを力強く展開し、
民族の団結した力で統一の悲願を叶えるため励んでいます。朝鮮労働党は国の統一の旗印であり、自主的平和統一実現の最も正しく現実にかなった綱領である、祖国統一三大憲章を堅持し、国の統一を早めるでしょう。朝鮮労働党の祖国統一三大憲章についてお話ししました。